ヘイワタピ山本です。私は今バンコクスワンナプーム空港に来ております。前回の動画ではタイ航空のバンコクからシンガポールの動画をお届けいたしました。本日お届けする動画ですが、スワンナプーム空港のラウンジの今ということで、スワンナプーム空港にあるラウンジが今一体どういう状況なのかを動画にまとめさせていただきます。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験などもともにリーガー、私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。2022年の4月にも同様の動画作成させていただきました。プライオリティパスで使えるラウンジであったり、その時は確かタイ航空の便に搭乗したので、タイ航空のラウンジが今どういう状況なのか、そういったところをお届けしまして、確かカタール航空だとかチャイナエア、シンガポール航空、エバー航空のラウンジは閉まってたと思うんですけれども、現在はそれらのラウンジも一部オープンしているところもあると思いますので、どんな状況なのかお届けしたいと思います。ご存知の方多いと思いますが、スワンナプーム空港プライオリティパスを使って入ることのできるラウンジがかなり多いんですよ。世界的に見てもこれかなり多い方だと思いますし、あとは私の動画いつもご覧いただいている方ならわかると思うんですけども、プライオリティパスなくしたと、画面をスクショみたいな形で撮ってそれを手入力でいつもやってもらってたんですけども、スワンナプーム空港のミラクルラウンジ結構これ断られることが多くて、今オマーン航空のラウンジにいるんですけども、オマーン航空は OK なんですよ。よって私プライオリティパス再発行しました。なので再発行したということはいろんなラウンジ行けるということなので、今回は搭乗までの間いろんなラウンジの今がどうなっているのか、ここを中心にお届けしたいと思います。現在はオマーン航空のラウンジにおりますので、まずオマーン航空のラウンジ紹介したいと思います。ちなみにオマーン航空のラウンジでは2ブース分このように横になって寝られる場所がございます。ブランケットもありますし、枕もありますし、ソファーではあるんですけども、ベッドとして全然活用できます。なのでスワンナプーム空港で1泊する方はマジでおすすめ。反対側はこんな感じです。2室しかございません。真夜中の時間帯は基本的にお客さんほとんどいません。ただ12時前後、日本航空や ANA のタイ航空も含めて深夜便かなり多い時間帯はこのラウンジもかなり混み合いますが、その便たちがなくなると本当にお客さんいなくて、今回私1時ぐらいにここのラウンジ到着したんですけども、お客さん誰もおりませんでした。ここにはパウンドケーキやドライフルーツなども置かれております。それではまず食べ物紹介しましょうか。まずドリンクコーナーです。ワインセラーの中にはいろんなワイン、あとシャンパンも入ってるんですよ。なかなかやりおりますね。これプライオリティパスで使えるラウンジなんですよ。奥にもいろんな種類のお酒入ってます。マジで種類豊富。ただ何が何なのかは僕にはわからないんですけども、こんな感じでいろんな種類、6種類のお酒がこの中に入っております。他のアルコールもこんだけたくさん、マジですごいよ。ほら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 、オマーン航空中東の航空会社なんですけども、お酒かなり豊富。カットレモンやナッツ類ありまして、この下冷蔵庫コーラ、あとはハイネケン、シンハービール、アーモンドミルク、ミロ、これがマジで嬉しい。隣にはチャンビール、ヨーグルトがあったりとか、あとファンタかな、スプライト、お水があったりだとか、炭酸水、いっぱい種類があります。もちろんティーバッグがあったりだとか、中東の航空会社ということでデーツもここにあります。ティーバッグがあって、コーヒーマシンがあります。食べ物ですが、ただいま朝の時間帯です。ロールケーキ、パウンドケーキ、フムス、ギリシャ風のサラダ、オリーブ、カップケーキ、スモークサーモンのパン、サンドイッチ、サラダにチーズ、各種フルーツジュース、かなり種類豊富です。果物がありまして、パンがあって、食パン、デニッシュやクロワッサンなど、豆の煮込み、野菜のラタトゥーユ、今なくなってるんですけども、先ほどは目玉焼きありました。あとはソーセージにキャロットとパパイヤのスープ、時間帯によって中身変化します。 Mac のパソコンがありまして、この奥にシャワーブースございます。今シャワーブース空いてるかな、残念ながら今鍵かかっておりました。一室だけシャワールームございます。先ほど私ここで寝たんですけれども、その際シャワーブース使わせていただきましたが、快適なシャワーでした。シャワーも待ち時間なく利用できます。めちゃくちゃシャワー浴びたかった。それではまた次のラウンジ紹介したいと思います。オマーン航空のラウンジ出ました。次のラウンジ紹介いたします。本当にスワンナプーム空港ラウンジ天国なので、ラウンジがいっぱいありすぎてびっくりしています。ご覧いただいている通りラウンジめちゃくちゃ多いです。
今回おそらくコンコース A と C のミラクルラウンジは紹介できないと思うんですけども、それ以外のラウンジはほとんど紹介できると思います。この中でプライオリティパス対応しているラウンジはミラクルラウンジ、そしてターキッシュエアラインズ、あとはオマーン航空にエールフランス、ここがプライオリティパス対応になっております。それ以外に対応していない航空会社ラウンジ、日本航空のラウンジありまして、実は僕12月にまだ動画は出してないんですけれども、桜ラウンジ利用しておりますので、今回の動画の中にも少し組み込みたいと思います。昨年4月の段階ではエバー航空のラウンジもシンガポール航空のラウンジもクローズしておりましたし、キャセイもエミレーツもクローズ、チャイナエアもクローズしておりました。ここのところが今どうなっているのか紹介したいと思います。本日タイ航空の便登場しますので、続きましてタイ航空のロイヤルシルクラウンジ紹介します。ここは昨年ぶりかな、長らく来てなかったんですけども、現在どのように変わってるんでしょうか。サディカーラウンジ入りました。ここのラウンジご覧の通り窓側に面しておりますので、飛行機かなり見ることできます。中はこんな感じです。お客さん全然いないな。もう朝の出発のピークは過ぎたと思うんですけれども、ほとんどお客さんがいない状況です。それでは食べ物を紹介したいと思うんですけども、お、ああ今新しいのに切り替えるよという形かな。ただいま10時過ぎなので、もしかしたらこれからランチメニューに切り替わる時間なのかもしれません。ここに何か今まであったんですけども、詳しくは以前のラウンジ動画をご覧ください。ここサモサです。サモサに揚げ春巻きにコロッケかな、これフライドシュリンプケーキって書いてます。この中にもパン入ってますね。パイだとか、これほうれん草のキッシュ。おしゃれなのもあるね。そしてここら辺がゆで卵ですね。ゆで卵があって、おかゆ、オニオンスープ、目玉焼き、チキンソーセージ、ペンネのトマトパスタ、他にはサラダにフルーツ、パイナップル、スイカございます。デザート美味しそうだな。ブルーベリーチーズタルト、ハムとチーズのクロワッサン、ここもハムのチーズのサンドイッチですね。ハムとチーズのサンドイッチにツナと野菜のサンドイッチ、そしてこれらがブラウニーのケーキとマンゴーケーキ、美味しそう。そして点心コーナーです。タロイモのまんじゅうとチキンのまんじゅうがございます。お水、炭酸水、コーラ、スプライト、シンハービール、ハイネケン、チャンビール、あとはフルーツジュース、オレンジ、リンゴ、パイナップル、フレーバーウォーターがあったり、あとはお酒もこんだけあります。お酒の種類だけで言ったらオマーン航空の方が全然上かな。ただグラスがめちゃくちゃおしゃれ。そしてここトマトジュースがあって、牛乳があって、インスタントコーヒーやティーバッグなどなどございます。コーヒーマシンもありますし、あとはカップ麺、クッキーなどなどございます。食べ物、飲み物のメニューは以上になります。ここのラウンジ規模としてはそこまで大きくはありません、まあ、ただ混み合うときは混み合うんですけども、この時間帯は比較的落ち着いておりますので、お客さんの姿はほとんどありません。こんな感じのラウンジです。先ほど入れ替え中だった料理が届きました。お米、これがチキンマサラあります。なんでここら辺結構インド系のメニューが多いですね。ここのラウンジではデザート系食べてみましょうか。ブルーベリーチーズタルト、めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、これはうまいわ。ブルーベリーの酸味とタルト地の甘さ、これがうまく合わさってる。チーズタルトと書いてたような記憶はあるんですけども、あんまりチーズ感はしないかな。続きましてブラウニーのケーキです。これも美味しそう。甘さ控えめだからちょうどいいわ。これ甘かったらどうしようと思った自分がいるんですよ。これが今日の初めて口にする食べ物なんですけど、甘すぎたらくどいなと、朝からこれは辛いなと思うんですけど、ちょうどいい塩梅、甘党なんですけども、そんな自分でもちょうどいい甘さのケーキでした。続きましてマンゴーケーキです。いきます。これもちょうどいい。そしてマンゴーの爽やかさが完璧。牛乳と一緒に飲もう。また次のラウンジ紹介したいと思います。続きましてタイ航空のロイヤルオーキッドラウンジです。先ほどはロイヤルシルクラウンジだったんですけども、残念ながらここのラウンジは現在やっておりません。Please use opposite side ということで、反対側の
ラウンジ使ってくれということだったので、ここは以前もクローズままでした。早く再開されることを祈っております。コンコース G に来てみました。キャセイ、エミレーツ、ミラクルラウンジあります。今回はタイ航空登場なのでキャセイとエミレーツ登場しませんので利用はできないんですけども、ラウンジがやってるかどうかだけ確認しに行きたいと思います。後ほどこちらのミラクルラウンジにも行きたいと思います。こちらがエミレーツのラウンジになっております。ただいまの時間クローズしてるんですけども、エミレーツ1日3便ドバイ行き飛ばしておりまして、5時半から9時15分、10時45分から13時30分、14時から1時45分まで利用できるみたいです。ちなみにただいま10時34分ということで、あと10分後ぐらいにはオープンします。残念ながら本日エミレーツ便搭乗ではないので使うことができません。そしてキャセイのラウンジはどこだ。コンコース G にあるって書いてたんで、あ、ありました、あそこです。キャセイのラウンジ到着しましたが、これはもう完全に閉鎖されてるな。いつになったら再開するのでしょうか。ご覧いただいている通りキャセイのラウンジはこんな感じです。続きましてミラクルラウンジ行きたいと思います。スワンナプーム空港の中には至る所にミラクルラウンジがありますが、コンコース G のラウンジになります。それでは行ってきます。メニュー紹介します。まずここにはシリアルございました。コーヒーがありまして、お茶っ葉がありまして、コーヒーマシーン、グレープジュースにオレンジジュース、トマトジュースに牛乳、炭酸水、ビールが4種類あります。ハイネケン、チャンビール、シンハービールにレオビールあります。上、これは炭酸水です。そしてファンタであったりスプライト、コーラなどございまして、お水です。おしゃれだよね、オリジナルのボトル。嬉しいのがこれ、アイスあるんですよ、ミラクルラウンジ。バニラにストロベリーにチョコアイスがありまして、この中フルーツ、そしてデザート、パイナップルにスイカ、ロールケーキ、美味しそう。タイのデザートまでございます。ここからは点心コーナー、タロイモのまんじゅうだとか、これなんだろう、カスタード、パンダンカスタードマン、そしてカスタードマン、全部美味しそう。そしてここではご覧の通り、これ模型ではあるんですけど、チキンがありますので、美味しそう、チキンライス、カオマンガやるよ。チキンヌードルに豚とエビのワンタンスープ、後でカオマンガイ食べちゃおう。この中にはクロワッサン、パイなど入っております。パンがあって、サンドイッチ、ボローニャチキンサンドイッチって書いてます。そしてツナのミニバーガーで、こちらがチーズのサンドイッチ、他には野菜のサンドイッチと豆、ポテチ、サラダコーナーです。レタス、パプリカ、トマト、キュウリ、人参、ドレッシングある、嬉しいね。レーズンにクルトン、野菜のピラフ、野菜炒め、目玉焼き、チキンハム、チキンソーセージ、チキンスープ、以上が食事メニューになっております。ビール以外のアルコールもございます。白ワインなど入っておりまして、棚にもアルコールいっぱいあるよ。ほら、こんだけアルコールの処理は豊富です。今のところやはりオマン航空が一番アルコールの種類としては豊富で、ここのラウンジがビール、レオビールがさらに追加になっております。一通り料理を持ってきましたが、画角的に料理は見えないと思います。カオマンガイ絶対うまいよこれ。あとはチキンのスープ、めちゃくちゃ、チキンのスープに、あとはロールケーキ持ってきました。まずはカオマンガイいきましょう。ソースあるんですけども、スタッフ曰く辛くねえぞと、めちゃくちゃ唐辛子浮いてたんですけど、唐辛子は抜いてるんですよね。ちょっとこれつけて食べてみようかな。まずは絶対辛いと思うんだよ。タイの人の辛くないは辛いですからね。このソースは辛くなきゃいいんだけども、いきますよ。ちょっとしかつけないですよ、ちょっとだけ。ちょっとつけましたが、うん、辛くない、本当だった。とご飯、ご飯がうまい。鶏の出汁が凝縮されてるのよ。これはうまいね。スープいただきました。熱々のスープ。なのでこれ器持てない。このまま失礼します。あ、オニオンスープだからこれ。めちゃくちゃ玉ねぎの甘さ出てる。超甘いよこれ。玉ねぎってこんなに甘いのってぐらい甘い。ロールケーキはどうでしょうか。タロイモかな、色的に程よい甘さでいいね。これも、そ
それでは急いで食べてまた次のラウンジ紹介します。コンコース F に来ました。ここにはエールフランスエバーコークミラクルラウンジあります。エールフランスのラウンジはプライオリティパスで入れます。ただ午前中と夜の時間帯混み合ってるとプライオリティパス断られる可能性がありますのでお気をつけください。エバーコークのラウンジも確かやってたはずなのでまずエバーのラウンジから行ってみましょう。こちらがエバーコークのラウンジになります。以前はクローズしてたんですけども最近オープンしました。ちなみにプライオリティパスには対応しておりませんのでお気をつけください。今回タイ航空登場ということもありますので使うことができます。ちなみにこの自動お掃除マシンに自動ドアが反応してました。それでは行ってきます。ラウンジの中こんな感じ、すごく近未来感ありますよね。パソコンブースがあってここはあマッサージチェアかな、これあですね、マッサージチェアが2機ございます。いいじゃんこれ。食べ物ですがトムヤムクめちゃくちゃ辛そう、ポテトスープ、お米にレッドカレーに焼きそば、これおパッタイあるじゃん最高。パッタイがあってピザかな、これピザがありまして、カップ麺、天津コーナーです。これエビかな、バーベキューチキンかな、これがこれがエビか、書いてましたね、それに書いてました。エビのシューマイとエビのまんじゅうとバーベキューポークマンとクリームマンですね。なのでどこかにクリームマンがこれだがございます。他にはパイであったりキッシュ、ポークソーセージ、ピザもあるし、これ種類豊富よ。トゥデイプラムパイ、一番見たハワイアンピザまであるのよ、珍しいねハワイアンピザ。フルーツがあってサンドイッチ、こっちもサンドイッチ、ここら辺さっきのランジでもあったな、共通かもしれないですね。おマンゴーが、これマンゴーライスです。下にはもち米がございます。タイのお茶にオレンジジュース、サラダにココナッツ、ドリンクコーナーです。シンハービールだけかもしれないですね、炭酸水、コーラ、缶コーヒーある、珍しい。他にもビタミンのドリンク、リンゴジュース、野菜ジュース、牛乳、お水、上はヨーグルトにブラウニー、レモンケーキ、ロールミックスフルーツ、うわすごいじゃんこれ。マグナムのアイス、普通に買ったら結構な値段しますよ。あとは通常のアイスクリーム、ストロベリー、バニラ、チョコレート、コーヒーコーナーです。インスタントコーヒーももちろんありますし、コーヒーマシンもご覧の通りございます。そしてハイネケンの生ビール、他にはワイン、各種アルコール揃っております。以上が食べ物メニューになっております。エバーのラウンジが一番混んでるわ。タイ航空のラウンジそんなに人がいなかったんですけども、エバー航空のラウンジ座るところあんまりないな、にぎわっております。ここのラウンジも窓に面しております。エールフランスじゃないアエロフロートか、アエロフロート、ロシア航空の機材とベトジェット、あとはキャセイかな、中期性のが見えます。個人的にはパッタイ食べたかったんですけども、まだまだ他のラウンジもありますのでアイスにしておきました。マグナムのアイス、これ東南アジアとかで買っても200円以上すると思うんですよ、日本円で。なので日本で買うハーゲンダッツよりも高級感があるイメージのアイスなんですよね。いただきます。やっぱりこのアイスうまいわ。エバーコークのランジマッサージチェアがあったりだとか、あとは内装もめちゃくちゃおしゃれなんですよ。シックな色合いで近未来感がある内装です。あとは食べ物も種類の豊富なので、あとは個人的にアイスあるのが嬉しいよね。エバーコークのラウンジおすすめです。それではアイス食べたらまた次のラウンジに行きたいと思います。続きましてエールフランスのラウンジになります。ここはプライオリティパスで入ることができますが、時間帯によっては断られる可能性ありますので気をつけください。ラウンジ入れました。アルコールドリンクから紹介します。各種アルコールありまして、ピーナッツ、ワイン、白ワインかな、これはシャンパン、わからない、でスパークリングワインかな。ワインセラーの中にもワインが入っております。かぼちゃのスープ、各種パンがありまして、上にはカップ麺がございます。パイやクロワッサンなどなどございます。ピザ、あそうそう、以前来た時ピザ食べたんですけど、このピザ美味しかったような記憶があります。なのでパイやピザ、パフなどなど豊富に揃っておりまして、お水、リンゴジュース、オレンジジュース、ティーバッグ、ミロの粉末があって、
コーヒーマシーン、この中にはチーズであったり各種ソフトドリンクが入っております。ビールはシンハービールとチャンビールです。そしてアイスクリーム、お、初めて見たぞこれ。さっきアイス食べたので今食べませんけども、これエールフランスのホームメイドアイスクリーム、こんなのあるのか。また今度来た時食べたいと思います。他にはマカロン、さすがエールフランスだよね、フランスっぽくないですか。マカロンがあってクラッカーがあって各種ケーキ、美味しそう。ベーグル、サンドイッチ、バーガーなど、しかもこれ全部ミニミニサイズだからちょうどいい。そしておつまみ関係、これも美味しそう。フルーツ、こちらがパッタイとは違う何かの麺料理、チャイニーズヌードルって書いてますね。わ、これも美味しそう。ポテト、チキンソーセージとチキンハム、オムレツに豆煮込み。ただいま朝の時間帯なので朝食メニューになっております。ちなみにエールフランスのラウンジ、シャワールームもありますので、シャワーだけ使うという利用方法もいいかもしれません。この奥にシャワールームがありますので、使いたい方は受付でシャワー使いたいねんと言いましょう。内装もなかなかおしゃれですし、窓側に面しているので明るいし、いい感じの雰囲気のラウンジです。それではまた次のラウンジに行きたいと思います。エールフランスのラウンジはスカイチームの航空会社はもちろん、それ以外の航空会社の指定ラウンジにもなっております。ここら辺は全てスカイチームのラウンジで、例えばバンブーエアウェイズだとかキャセイ、ジェットスターだとかロイヤルブルネイ航空、スターラックスなどの指定ラウンジにもなっております。レッドジェットだとかビスタラ、こんな感じのラウンジでした。次は向こう側にあるミラクルラウンジ行きましょう。ミラクルラウンジも各航空会社の指定ラウンジになってるみたいです。スターラックスの指定ラウンジもなってるんで、スターラックス利用の場合はどっちも使えるってことかな。とりあえず行きましょうか。もちろんプライオリティパス OK です。入室しました。ここのミラクルラウンジ狭めです。座席数も限られておりますのでお気をつけください。なので最初に紹介したコンコース G かな、ここのミラクルラウンジの方が広いかなっていう気がいたします。今いるのがコンコース F のミラクルラウンジになります。 F のラウンジは少し狭めですのでお気をつけください。冷蔵庫の中には白ワインだったりオレンジジュース、グレープジュース、レオビールなどなど、基本的には中身同じだと思います。アイスがあったりだとかパンがあったりだとか、ここら辺は先ほど、あ、このロールケーキの種類が若干違うぐらいかな。こんな感じです。あれもないね、カオマンガイとかもないので、先ほどのラウンジの方がやっぱりいいかな。ネスカフェのコーヒーマシンがあったりだとか、チキンスープにピラフに野菜炒めにチキンハム、ソーセージに目玉焼き。なので先ほど言ったミラクルラウンジの方が個人的にはおすすめです。続きまして D のコンコースのラウンジ行きましょう。ここはラウンジ天国です。タイ航空、バンコクエアイズ、チャイナエア、日本航空、カタール航空、シンガポール航空、ターキッシュアラインズ、ミラクルラウンジです。今回使えないのはカタール航空とバンコクエアウェイズ、チャイナエア、日本航空のラウンジになっております。桜ラウンジの前に来ました。基本的には日本航空便朝と夜の出発ですので、時間帯限定の営業になっております。12月に私利用しておりますので、この後は12月利用した時の様子をお届けしたいと思います。どうぞ。入室しました。シャワー一組待ち。めちゃくちゃ混んでる。こんな混んでる桜ラウンジ久しぶりだわ、バンコクで。マジか。以前使った際はもう好きすぎて申し訳ないぐらいだったんですけども、食事の提供方法も変わってるわ。これ前こんなのなかったもん。何にしようかな。カレーかな、やっぱり。あ、でも和午前もね、このおかず次第かな。なので中華丼。あー、迷うねこれ。ちなみに今日は丼セット、これはないということでした。なので和午前にしました。もう久しぶりに和食食べてえなと思って。こう見たらやっぱり桜ラウンジレベル高えぞ。食事の他のラウンジよりもクオリティも高いでしょうし、いやこれいいね。そして他にあるもの、お菓子、クッキーであったりパン、マフィン、サンドイッチ、ドリンクもアルコール含めいろいろ揃ってます。いかがでしたか。桜ラウンジかなり進化して僕は大好きなラウンジになりました。続きましてターキッシュエアウェイズのラウンジです。プライオリティパスで入ることもできます。サディカー。ラウンジの中入りました。真ん中にはバーコーナーがございます。いろんなお酒揃っているので、ここもなかなかアルコールの種類豊富だと思います。クワイエットルームということで静かな空間がここにはございました。
ターキッシュのラウンジ、そこまで今お客さんいないですね。そう考えたらエバーのラウンジすごかったわ。パンがあってパフであったりパン系がここには多く揃ってます。サンドイッチじゃなくて名前出てこない、クロワッサンですね。クロワッサンにロールパン、オレンジジュースにグアバジュース、コーヒーマシーンに、あとはシンハービール、チャンビール、ハイネケン、ペプシ。あ、ここペプシなんだ。今までコカコーラ系が多かったんですけど、ここペプシになっております。炭酸水にお水、お茶っ葉ございます。ターキッシュコーヒーまであります。ここら辺はサラダコーナーです。サラダにエビのサラダ、各種フルーツにサンドイッチにグミ、タイのデザートみたいですね、ロールケーキ、ブラウニー、マーブルケーキ。反対サイドに行きますと、こちらがペンネのパスタ。これなんだ、スイート&サワーチキン。あ、これ美味しそうじゃん。プルコギみたいな感じですね。美味しそう。そしてこれがスープです。チキンスープ、ご飯。以上が食事のメニューになっておりまして、いつも来るときここで何か実演の料理やってるんですけども、この時間帯だからかな、今は行っておりません。なので混み合う時間帯だったり、ターキッシュエアのフライトがある時間帯はここら辺で実演料理が提供されると思います。このラウンジシャワールームありまして、以前来た際はシャワー壊れて使えないよということだったんですけども、現在は一室だけシャワールーム使えるようになってるみたいです。以上がターキッシュエアラインズのラウンジになります。また次のラウンジに行きましょう。続きましてチャイナエアのラウンジです。今回タイ航空搭乗ですし、ここプライオリティパス開放しておりませんので使えません。むしろここ入ったことね。皆さんここのラウンジ使ったことありますか。また次のラウンジ紹介します。続きましてカタール航空のラウンジです。現在営業はしてるんですけども、エミレーツと同様に時間帯が限定されております。カタール航空の便が運航している時間帯に合わせて営業しております。ここのラウンジ使ったことあったかな、ない気するな。なので今後日本航空便使う際に使ってみたいラウンジの一つであります。すぐ隣にもまた別のラウンジあります。続きましてシンガポール航空のシルバークリスラウンジです。コロナ前に何度も使ったんですけども、ここアイスクリームハーゲンダッツかな、あったような記憶はうっすらあるんですけども、今どうなってるんでしょうか。入手しました。まず最初バーカウンター、シャンパンもあるよ、すごいじゃないですか。5種類のワイン、シャンパンなどございます。他にもいろんなドリンクここで注文することができると思います。コーヒーステーションということで、なかなか豪華なコーヒーマシンがあります。そして次シンハー、あ、ビールサーバーか、シンハービール。そしてアサヒスーパードライあります。やっぱりビールはスーパードライでしょうという方、シルバークリスラウンジおすすめです。ジョッキも見てください、アサヒのロゴ入り。そしてここら辺ピーナッツなどございまして、他のドリンクもここで注文することができそうです。各種ソフトドリンクも豊富に揃ってます。赤ワインだ、すごいおしゃれだね。そしてここにこれシャンパンかな、あ、シャンパンですね。先ほど展示されてましたシャンパンがここにございます。白ワインかなこれ。他にもお茶などなどございます。次食べ物を紹介します。食べ物ですが、まずオニオンスープ、チキンライスですね。普通の白米に見えるんですけどチキンライスです。あ、ここに鶏肉があるってことは自分でカオマンガイを作れるってことですね。ソースもちゃんとここにあります。パッタイだ、いいじゃん。パッタイがあって、あとパッタイに添えるトッピングたち、チーズやドライフルーツ、ソムツムっていうのかな、もやしじゃない、大根か、大根のサラダかな。そしてここにはハムがあって、サラダ、ドレッシングも豊富に揃ってます。わあ、いいじゃん、ベーコンビッツァルの最高、野菜スティックにクラッカー、スパゲッティボロネーゼソース、野菜炒め、ブロッコリーとマッシュルームの炒め物、バーベキューポークリブ、トムヤムクン、でトムヤムクンの中の具材になっておりまして、で冷蔵庫の中炭酸水やハイネケン、チャンビールなどなどございます。お水、フルーツ、豆乳、トマトジュースに牛乳、ココナッツもある。そしてリンゴジュースにオレンジジュース、
アイスはハーゲンダッツじゃなくてこれですね、ベン&ジェリーズのアイスクリームになっております。このアイスも美味しそう。コーヒーマシンがここにもありまして、各種お茶っ葉、シンガポールということで TWG のお茶が用意されております。サンドイッチ、ミニバーガー、ココナッツケーキ、うわすげえ色これ、シンガポールっぽいデザートですよね。すごいね、ココナッツ、これもデザート、なんだか和菓子みたい。点心がございます。シューマイ、肉まんなどなど、すごい、何これ、いっぱいソースだとか調味料があります。この中にはパフであったりパイなどなどキッシュもございます。本当はパッタイ食べたかったんですけど、まだまだ紹介したいラウンジがあるのと時間がないので、もうここでは食べずに次のラウンジに行きたいと思います。続きまして、バンコクエアウェイズのラウンジになります。日本航空との行動シェア便を行っておりますので、日本航空利用でタイの地方都市行く際、結構使われたことある方いらっしゃるのではないでしょうか。もちろん私も使ったことあります。以前ピーチの便使ってバンコクから大阪に戻った際、ここのラウンジ昔は搭乗者は誰でも使えたよっていう話だったんですけども、視聴者の方から今は利用者が限定されているという情報をいただきました。ありがとうございます。続きまして、コンコース D のミラクルラウンジです。ミラクルラウンジとしてはここが一番大きいので、ここがおすすめかもしれません。もちろんプライオリティパス OK です。それでは入室します。ここのミラクルラウンジはマジで広いです。本当に異次元の広さを誇っておりますので、先ほど紹介した少し狭めのミラクルラウンジの比じゃないです。もう2倍3倍とかというレベルじゃないぐらい、ここのミラクルラウンジは広いです。まず早速お酒、種類豊富、こんなの見たことないよ。座席数もやはりかなり多いので、こんな感じでおすすめです。もちろん24時間やっております。ただ寝るという観点だけで考えたら、やはりオマン航空のラウンジが最強かなと思います。それでは食べ物を紹介しましょうか。まずはサンドイッチです。チーズサンドイッチとボローニャチキンサンドイッチ、野菜のサンドイッチ、ツナバーガー、ここら辺は先ほどのミラクルラウンジで紹介したのと同じものかな。内側は特になし。冷蔵庫の中もそうですね、基本的な食べ物同じになっております。シャワーも完備しておりますので、各航空会社の上級会員じゃないんだよねであったり、 LCC 使うからラウンジ入れないんだよねって方もここでシャワー浴びて安心して日本に帰ることができそうです。先ほどは入って左側のブースの食事ドリンクコーナー紹介しましたが、右側にもいっぱいあるのよ。シンハービール、レオビール、チャンビールにハイネケン、炭酸水があったりだとか、もう各種ドリンクたくさん。こっちにもアルコールあります。巨峰のお茶ネスティ、初めて見た、こんなのもあります。サラダコーナーです。スイカにパイナップル、トマトにキュウリ、人参、レタス、ドレッシングも揃っております。パプリカに、こちらがなんだこれ、ハムかな、いやチーズか、チーズにハムにカニカマまであるのか、カニカマにメカブ、すごいね、わさびもあるよ。焼きそばがあります。チキンソーセージ、卵焼きじゃなくて目玉焼き、蒸し野菜、ここに先ほどあった野菜ピラフがあるんですよ、今補充中です。パンプキンスープ、そしてここでは先ほどのミラクルランチと同様にカオマンガイなどオーダーすることができます。カオマンガイマジで美味しかったですよ。この麺も美味しそう。見てください、これクロワッサンの生地だから、ここで焼いてんだね。あそこにオーブンがあるので、ここで焼いたものを提供してるみたい、最高じゃん。この奥にもあるの、ここら辺も先ほどのミラクルランチと同じです。バーガー類、サンドイッチ類、同じものがございます。トースターもありますし、ポテチもあります、ティーバッグもあります。いろんなのが揃っております。シリアルもあるし、クロワッサン、パフもあるし、まんじゅうも揃っておりますし、アイスクリームもあったり、この中にはケーキ、これは同じものですね。それではまた次のラウンジに行きましょう。もう一箇所ミラクルラウンジあるんですけども、基本的には同じなのでここは省略したいと思います。コンコース D にあるミラクルラウンジが一番広いですのでおすすめです。続きまして、コンコース D にあるタイ航空のロイヤルオーキッドラウンジです。ここがタイ航空のラウンジ一番広いところです。ラウンジの中入りました。以前来た際はタイ航空のラウンジ実はシャワー使えなかったんですけども、今使えるようになっております。そしてバーカウンターがありまして、この奥はファーストクラス用になります。皆さん覚えてますか、
私以前パクポゴムさんと一緒だったタイ航空の大阪行きのファーストクラス乗った際ここ使わせていただきました。あれからもう半年以上か。パクポゴムさんマジでいい人だったのでびっくりしました。僕が女の子だったら完全に惚れてました。なおここにも冷蔵庫の中にドリンクございます。いろんなジュースがありますし、ビール、シンハービール、チャンビール、ハイネケンあります。もちろんここファーストクラスエリアですのでこの奥は今回は行けないんですけども、行けるところまでお伝えしたいと思います。コップがおしゃれ。なおここがファーストクラスエリアということはまだファーストクラスラウンジは閉まったままってことですよね。残念。ここからビジネスクラス向けといいますか上級会員でも使えるエリアになります。ドライバナナ、ローストピーナッツ、バタークッキーとチョコレートクッキー、シェフの実演コーナーです。スパイシーインスタントヌードル with シュリンプ&温泉卵。おお、インスタント麺だけども温泉卵までついてるのか。11時から16時までの提供になってるみたいです。そしてグラスがおしゃれよね。トマトジュースにフレーバー水、お水がありまして、この中には先ほどあったドリンクと同じものございます。コーヒー、インスタントコーヒー結構多いですよねこっち。もちろんコーヒーマシンもありますので美味しいコーヒー飲むこともできます。こちらがコーヒーマシンです。サラダコーナーです。うわ、ジャパニーズドレッシング、和風ドレッシングですよね。これありがたいわ。時間があれば食べてたんですけど残念ながら時間がないので今回はパスします。野菜にフルーツ、ケーキ、ここら辺は先ほど紹介したタイ航空のランジのものと同じになっております。ここら辺も同じですね。ツナパイ、バジルパイだとかいろんなパイ、あとはキッシュがあったり、これもシュリンプケーキ、エビのコロッケかながあったり、春巻きもあります。続きまして点心コーナー、これがエビのシューマイと肉まん、今補充中です。あとはフライドライスじゃない、チキンライス、あ、フライドチキンか、これなかなか美味しそうじゃん。ポークシチュー、え、マジで日本のカレー最高じゃん。ここお米、パッタイ、最高。ちなみにもう11時超えてますのでこれらは昼食メニューになっております。ちなみに私が以前パクボゴム氏と同じ動線だった際、彼はここの部屋で休んでました。懐かしいね。本当にパクボゴム氏いい人だったのですっごかったよ。もうどう説明していいか分かんないんですけども本当にすごかったです。なおここがシャワールームになっております。ラウンジ入って右奥の方にもドリンクコーナーであったり、軽食ぐらいであればこっちも用意されております。ケーキにタルトにキッシュにパイ、あ、軽食どころかガチモノ食事まであるね。しかも先ほどあってそう違うんだよ。お米があって、チキンマサラ、トムヤムくんじゃん、トムヤムくん。他には野菜のサモサ、この奥にはドリンクコーナーとサラダコーナーございます。各種お茶っ葉用意されてますし、コーヒーマシン、お水コップ、サラダ、こんな感じです。食べ物飲み物は以上になります。バーカウンターが最後ここにございます。実はここの入り口、上級会員であったりあとビジネスクラス利用者が使える優先の保安検査場などなどあるのでそこに直結してるんですよ。なのでここから出るとあそこがタイ航空のファーストクラス用の優先保安検査場があったりだとか、すんごい最短距離でこのラウンジまで行くことができるよというラウンジでした。また次のラウンジ紹介しますと思ったんですけど、ここもラウンジブース、ロイヤルシルクラウンジかな。さっきはロイヤルオーキッドラウンジだったんですけども、一応つながってるといえばつながってるような感じになってます。基本的な食べ物は同じですね。先ほどあったものがここにはございます。ドリンクもそうですし、サンドイッチもそうですし、キッシュ、パイもそうです。お茶っ葉、コーヒーマシン、あ、コーヒーマシンはさっきのラウンジとちょっと違います。食べ物もこっちにいっぱいありますね。先ほど紹介したサンドイッチにケーキ、クロワッサン、タルト、タイのスイーツ、キッシュやパイ、カップ麺に点心関係、あとはドリンク、ここにはサモサですね、違う、春巻きか、春巻きにエビコロッケ、そしてここら辺にもメニューあります。ペンネのパスタ、ご飯、パッタイ、コーヒーマシン、お茶っ葉、果物、サラダなどなどもがありまして、トムヤムくんです。これがポークシチュー、日本のカレー、
で冷蔵庫があってドリンクあるよという感じです。この奥抜けられたかな。この後は、あ、抜けられないね。子供向けのプレイルームがあったりだとかで、基本的にこっちのラウンジの方がお客さんは少ないです。今回ゲートが C だったので、先ほど紹介したロイヤルオーキッドラウンジを通過しなくても一旦上上がったらいけるよということだったので、今回こちらから行きたいと思います。以前ここに太鼓区のラウンジがあったんですけども、完全に撤去されていて、隣に新しいラウンジがオープンしてます。コーラルラウンジって呼ぶのかな。ここはプライオリティパス使えるのかな。ちょっと聞いてみます。このラウンジプライオリティパス OK でした。ご覧の通りバーカウンターがあったりだとか、なかなかおしゃれなラウンジではあるんですけども、こんな感じの内装です。めっちゃすごいじゃんこれ。高級レストランみたい。新しくオープンしたラウンジということだけあって、めちゃくちゃ明るいじゃんこれ。知らんかったこんなラウンジあるの。フルーツであったりサラダ、ドリンク、オレンジジュース、すげえ。ガロンだよ。1ガロン2ガロンわかんねえや。とりあえずでかい。すごいね。オレンジジュースがあってシリアルなどなどあります。食べ物はこの中には今入ってないので、反対サイドにあるのかな。いずれにせよすごいよね。パンがありました。トースターもおしゃれじゃんこれ。すげえラウンジ。まだまだこの奥にあります。初めて入ったラウンジなんですけども、こんな感じでめちゃくちゃおしゃれ。そして人が全然いないので、なかなかここ穴場かもしれません。バーカウンターがございます。各種アルコールもたくさん揃っております。ワインもあります。これワインリスト、種類多いね。カクテルなどなどもありますし、ビールもいっぱいあります。生ビールです。しかもこの奥にも何かあったな。この奥にはコーヒーマシン、そして、あ、アイスじゃん。アイスもいろんな種類で、ココナッツとかパイナップルだとかバニラ、すごいね。お茶っ葉もあるし、すごいよ。ここのラウンジトリートメントルームなんかあるよ。すごいこれ。もちろん無料ではないとは思うんですけども、スーパー的な施設もありますし、でもおしゃれだわここ。すんごくないですかこのおしゃれっぽさがね。おしゃれ感が素晴らしいわ。チキンライスです。焼きそば、グリーンカレー、これがなんだ、チキンシチュー、トムヤムくんかな、違う、カレー、シーフードカレーですね。ご飯があって、なんだろうこれ、何かがあります。でパスタがあって、チキンスープ、何かのスープ、カニカレーソースのスープでした。米粉の麺があって、スープだこれも、チキンスープ。冷蔵庫の中にはフルーツやデザートなどなど揃っております。シリアルがあって、パンがあって、トースター、ここら辺もおしゃれな一口サイズのおつまみたち、サンドイッチ、パン、サラダ、いっぱい揃ってるよ。ドリンクもいっぱいありますし、うわ、コップめちゃくちゃおしゃれなんですけど、これすごくないですか。サラダも各種揃っております。この奥にはシャワーがあるみたいです。すごいラウンジだな。ここもトイレですからね、入り口。去年の9月にオープンしたラウンジということでした。知らんかった。タイ航空のロイヤルオーキッドスパラウンジ、ここビジネスクラス、ファーストクラス搭乗者無料でマッサージ受けられるんですけども、残念ながらまだ閉まっとる。早く開いてほしいな。コンコース ABC の方に来てみました。ここにもミラクルラウンジあったりするんですけども、実はもう時間がないので、今回の動画ここで失礼したいと思います。今日の搭乗便 C の2のゲートになります。ミラクルラウンジもあります。ここはそんなに大きくないラウンジですので、やはりコンコース D のミラクルラウンジがおすすめかな。 C の2のゲート向かいましょう。確かここにもタイ航空のラウンジあったんですけども、反対サイドもそうですね、閉まってます。残念でした。それでは今回のバンコクスワンナプーム空港ラウンジの今ということで、いろんなラウンジ紹介させていただきました。2022年の4月にも同様の動画撮影したんですけども、その際閉まってたシンガポール航空のラウンジやエバー航空のラウンジ空いてましたし、コーラルラウンジでものかな、新しいラウンジも昨年9月にオープンしたということなので、やはりバンコクスワンナプーム空港はラウンジ天国でした。本当に素晴らしいラウンジがいっぱいあるので、日本もあんな感じでいろんな豊富な種類のラウンジがあれば最高なんですけどね。
それでは今回のラウンジ動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。